VC 長野トライデンツと J テクトスティングスの一戦をお送りします。会場は長野県松本市にあります松本市総合体育館です。まあ、そしてこちらアーマツ監督、今年から長野のコーチをしていますが、去年は J テクトで監督をしてた。そうなんですよね。ですから、まあ、そういった、まあ、西田君とも、ね、まあ、監督そして選手という関係で、まあ、ワンシーズンプレーしてますんで、まあ、そういったところで、アーマツコーチとしては、はい、まあ、J テクトの選手を、ね、熟知はしてますし、逆に、まあ、J テクトの選手は、ね、アーマツコーチの戦術というものを、ね、熟知していると思いますので、ね、そういった駆け引きも見ものですね。ブロックした、今もストレートを切っていましたか。ここも止めた。フォローもいい形でフォローしてますよ。ここも止めた。3つ止めました、長野のブロック。拾って長野アンダーでつないで小林ブロック、J テクトも止めました。ここはショット中は合いませんでした。ブラトエフが上げます。西田深いところ入っています。うまく打ちましたね今のもね。ああ拾った、ただ帰りました。さあチャンスボール、広瀬です。広瀬君いいですね。クリキーブロック、ネット上西田、今度はブラトエフ、つないで拾ったジェイテクト、西田、最後は西田です。第1セットは25対21、ジェイテクトが取りました。もう一度長野、キセレフ、ポイント長野、ああこれは決めていきました松村です。西田、広瀬、帰ってきました。さあ長野チャンスボール、ライトを2回使いました松村。合わない。25点目 J テクト、第2セットも25対21、 J テクト2セットアップです。ネットイン、久保山クイックブロック止めた、1枚矢抜き、ネットインいいところに落ちた。ここはセッターに帰る、早い攻撃広瀬です。セッターに帰る、追いつくか追いつけない、あ両者これ気持ちの入った今プレーでしたが、西田、あ拾った、セレフへ、ワンタッチあります。16点目 VC 長野、伊藤さん VC 長野がリードして16点のタイムアウトですよ。その中でセットをまず取ることができるか、西田これも決めた。第3セット終盤、どちらがこのセットを取るのか。サーブは長野、クリキセッターに帰る、バックアタック、ブラトエフ、本数こそ少ないんですけどね、確実に決めてきますからね。そうですね、キセレフ、さあ追いつけるか長野、ここで決めきるかジェイテクト、ネット際ストレート決まりました。ジェイテクト、浅野くんが最後に打ったスパイクは高いところで打ってますね。
最後はキャプテンの浅野が仕留めました。第3セット25対23、セットカウント3対0、 J テクトが勝ちまして、今シーズン2度目の連勝としています。先週とかは僕は出てなかったので、やっぱ今日にかける思いが強くて、その結果、まあ、自分なりでもいい結果になったので良かったと思います。